日向たダム、日向たダム、日上かダムは、福岡県八女市黒木町大淵、一級河川、矢部川本流上流部に建設されたダムである。福岡県が管理する高さ79.5メートルの重力式コンクリートダムで、福岡県が最初に施行、管理を行った都道府県営ダムであり、県営ダムとしては、現在最も規模が大きいダムでもある。 1953年、昭和28年6月の昭和28年西日本水害を、景気に矢部川の治水と大牟田地域への電力供給を目的とした補助多目的ダムとして建設された。ダムによって形成された人造湖は、日向上湖、日向上湖と命名された。地区後平野南部を流れる矢部川は1914年、大正3年より、 堤防築堤を中心とする第一次安倍川改修工事事業が行われ、最大の支線である星野川合流点までは改修が完了していた。ところが1953年昭和28年6月に北部九州を襲った昭和28年西日本水害は、こうした改修を嘲笑うかのように各地で堤防欠陥や堤防湖支流を引き起こし、 やべ川流域の被害総額は当時の被災で約12億円に上り、廃線でダメージを受けた、この地域にさらに追い打ちをかけた。一方、やめ茶の名産地であるやべ川流域は古来より国草地帯として約1万2000ヘクタールに及ぶ水田の水源ともなっていたが、干ばつ時には容易に水量は減少し考えが頻発していた。このため、 本流各所に固定席を設け取水していたが、農地面積の拡大により、需要がさらに逼迫していた。これに加え、下流の大昔は、三井グループの工場が進出するに及んで、電力不足を呈するように、矢部川を利用した治水、利水の総合対策が必要となった。これを踏まえて、福岡県は当時建設省が行っていた、第三次矢部川改修工事事業との整合性を、 図りながら、治水対策を計画し、畜後支線小屋地点での計画高水流量、計画する河川回収限界の洪水流量を3000トン、秒に抑えるために矢部川本川上流にダムを建設し、合わせて、既得水利権分の揚水確保と、大牟田工業地域への発言を目的に、矢部川総合開発事業を1953年に策定。 その中心事業として日向上ダムを計画した。日向上ダムは当初建設省九州地方建設局が建設構想を持っていたが、その後県営事業として国庫補助が行われ事業がスタートした。ダム建設に伴い黒木町及び矢部村の216世帯が水没するため、住民はダム建設絶対反対を掲げ漁業系を持つ、 矢部川漁業共同組合と共に強力な反対運動を繰り広げた。これに対し事業者である福岡県は1955年昭和30年12月に矢部川総合開発事業保障審議会を設置し水没者数とごとに詳細な保障内容を作成すべく約1年間審議を行った。翌1956年昭和36年10月5日。 保証基準の最終要項が作成され各水没者に送られ、水没者全体の85%が保証に応じた。だが頑強に反対する一部住民52名は、厚生会を結成し、厚生証書を作成して完全と保証基準に反対した。これ以降約4年にわたり、福岡県と厚生会の間の保証交渉が行われ、試験的に貯水を行う。 試験淡水中の1960年、昭和35年11月7日に全員との保証交渉が妥結した。一方、漁業権をめぐる矢部川漁業共同組合との交渉は当初、約2億1000万円での保証額が要求され、これもまた難航したが数年間の交渉と調査によって最終的に約3、300万円で妥結した。だが、 この間工事中に発生した水質汚濁が起こり、ダム工事中断の仮処分申請が福岡地方裁判所に提訴された。ただし仮処分申請は却下されている。ダム工事は途中1958年昭和33年8月の豪雨で工事施設に被害が出るなど難航したが、1959年昭和34年には本体が完成。 その後、試験淡水を経て1960年5月に運用が開始された。建設省が構想を持っていた頃の日向上ダムは、高さ69.5メートル、早朝水容量が、約2、300万トンの規模で非常用洪水破棄を4問、備える計画であったが、昭和28年西日本水害を機に計画を変更して、現在の規模に拡大した経緯がある。 ダムの目的は、矢部川の洪水調節、矢目市、筑後市、柳川市、大川市、矢目郡、山戸郡、三池郡、水間郡といった四四四の既得のうち約1万2千ヘクタールへの水利権分の用水補給を行う、不特定利水、及び大牟田方面への電力供給を行うための県営水力発電である。当初は3カ所の水力発電所と支流の小原川。 上渡瀬川の2河川に調整地ダムを建設して、合計 15,700kW の発電を行う計画であった。その後変更されダム直下に、大淵発電所認可出力 7,500kW が建設されている。さらにダム完成後の1959年、昭和34年からは、大淵発電所からの放流水を調整して、 下流の水量を安定化さるための逆調整地として、松瀬ダム、松瀬ダム、重力式25.0メートルがダム直下流に建設され、下流の黒木町木屋にある小屋発電所認可出力6000キロワットとともに1963年、昭和38年に完成している。ダム完成以降、矢部川の水害は軽減されているが、久留米市、矢部市、 柳川市、大牟田市など周辺自治体の人口増加に伴う住宅地の拡大などで地水安全度が低下したこと、九州自動車道の整備といった要因から地水対策をより確実にする必要が生じた。また、福岡市とその周辺地域である福岡都市圏の人口急増、畜紫平野の農地面積拡大といった水需要の増大に従来の説では 対応が困難になりつつあった。こうした治水、利水機能の充実を図るため、建設省は1970年、昭和45年により、支流の星野川中流部に、マナコダム建設計画を進めていた。これは、筑後川をはじめ恩川川、加瀬川、菊池川など、九州地方北部の河川を連携して開発し、福岡都市圏を呼び、北九州市、 北九州工業地帯への利水を万全にする目的で策定された北部九州水資源、開発スタープランに基づく計画である。日向上ダムとほぼ同規模の多目的ダムを建設し、矢部川の洪水調節と矢部川下流用水を利用することによる、筑後川水系との連携した利水によって、福岡都市圏及び佐賀県への新規用水供給を柱としており、 1970年、昭和45年には、水資源開発公団が、建設省の委託を受けて、目郡乗用庁、マナコ地崎で、地質調査などを行った。しかし地元である乗用庁や、星野村など流域住民の猛烈な反対運動を受け、1978年、 昭和53年に改定された第二次北部九州水資源開発マスタープラン以降事実上の休止状態になっている。これは日向上ダム完成も矢部村の過疎が急激に進行したことを受けてであり、ダムで栄えた村はないとして土地共有運動などを駆使した反対運動を繰り広げている。ただし国土交通省はマナコダムを休止としており、 ダム事業自体の中止は発表していない。今後過去最悪の豪雨被害や渇水被害が仮に起こった場合、事業が再開される可能性は残されている。ダムは名称であるヒューガミに建設された。このヒューガミは切り立った安山岩が謙遜な峡谷を形成しており、岩山にホラー穴が開いており、景色を見に来た日向国の神様の神明が蹴り飛ばしたと地元伝えられている。 宿道岩、ケ穂ギ岩をはじめ、黒岩、天マ岩、正面岩等の祈願群が、ダム湖である、日向神子と、見事な景観を作り出している。日向神子沿いは岩、桜の名所として知られ、千本桜として、花見の名所となっている。この多尺投げや筒ツ子ツも有名である。上流の矢部村では、沢谷の味噌漬けや柚子が特産である。1977年。 昭和52年からは、ダム周辺環境整備事業の一環として、湖岩公園の整備等が行われ、1982年、昭和57年に完成している。交通としては、国道442号が唯一のルートであるが、国道昇格以前までは、福岡県道、大分県道、熊本県道115号や目小国線が主要、地方道3号線として扱われていた。 沿線には、国の特別天然記念物である、黒木の大藤や、西筑後の幼少であり、落城にまつわる伝説もある、猫城跡といった、名所、旧跡もある。また、矢部川を遡り竹原峠を越えると大勢、金山跡や、松原ダム、下請けダム、杖立温泉へ至り、日田市、阿蘇山、竹田市方面への重要なルートでもある。 以前は細く曲がりくねった峠道であったが、近年竹原峠トンネルが開通し、阿蘇、大分方面へのアクセスが格段に整備された。公共交通機関としては、堀川バスが、灰の塚駅、福島バスターミナル、八市中心部から黒木町、日向上ダムを経由し、矢部村に向かうバスを運行しており、 ハイノズ海域から約1時間15分、福島バスターミナルより約1時間の所要時間である。日向上ダムへは、国道442号の月足トンネルを通過後、直ちに左折、直進すると到着する。ダムを渡りさらに直進すると正面に天童岩が見え、その奥に、宿道岩などの祈願群がある。一方、松瀬ダムへは、道路が、つづら折りになる手前で川沿いに左折。 直進すると到着する。さらに奥へ進むと、ヒューガミの祈願群があり、突き当たりに、大淵発電所と日向上田無下流正面へ至る。ただし国道を除く道路はいずれも狭く、かつ、宿道岸への道路は断崖絶壁で、カーブが連続するため運転には最新の注意が必要である。大雨の後などには落石の危険もあるため、通行規制には従うことが必要である。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。